はい、どうもタンタンです。本日はフェイマスのウクレレご紹介いたします。こちらはフェイマスの FS0 というモデルでございます。こちら正面から見るとあのマホガニーを使ったモデルなんですけど、同じマホガニー後半の FS1G と同じように見えるかとは思うのですが、実は厚みがかなり薄い、いわゆる薄レレと呼ばれるジャンルのウクレレになっています。だいたい厚みがその FS1G の半分くらいの厚みになっておりますので、かなりコンパクト、持ち運びなんかにも最適かなとは思います。基本的な仕様は 1G と同じでマホガニーの合板ボディですね。はい、こんな感じです。そしてネックはこのような形で、ちょっと違う点ですね。ヘッドの形状が違います。四角い形をしていますね。で、先端がかなり切り詰められた小型なヘッドのシェイプになっています。フェイマスのロゴもここの部分に縦に入ってますね、はい、ただギアペグが採用されている点は同じですので、こう演奏性の面であったりというのはそれほど差はないかなとは思います。このような感じになっています、まあ、やはりボディが薄い分こう深みのある箱が鳴っているなっていう音とはちょっと違うかなとは思うんですけど、まあ、こう薄い分こう弾いてからの音がこう前に飛んでいく反応はいいのかなと思います。また先ほどご説明したようにヘッドがかなり小さめになっているので、こう構えた時のバランスですね、まあ、かなりこう軽く構えられますし、ヘッド側が重いとかボディ側が重いとかっていうそういうこともないので、かなり構えやすいウクレレかなとは思います。ただ厚みが薄い分こう腕で挟む時にちょっとしっくりこないなっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、普通のウクレレのフルのサイズの時に厚いとかちょっと腕が回り込むような感覚がある方にはちょうどいいサイズ感かなと思います。はい、そんなわけでこちらフェイマスの FS0 ですね。マホガニーオールマホガニーボディの薄レレですね、まあ、外へ持ち運ぶ際とか、あとはまあ家で弾くのでもちょっと音量は少し小さめにはなるので、まあ、気軽に触るウクレレとしてぴったりなんじゃないかなと思います。はい、ぜひこういった薄レレタイプ、そんなに数モデル出していらっしゃるメーカーさんも多くはないと思いますので、気になる方はぜひお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。